島村隼大正12年1月8日は、日本の海軍軍人。元水海軍大将生2位、軍移投校二級男爵。高知県出身。海南学校出身。非常な秀才で、志望は、そこが知れない、軍人には珍しいほど巧妙主義的なところがない。生涯は常に他者に功を譲ることを貫いた。天性の広やかな度量のある人物などと評される。 安政5年、土佐藩の豪子、島村左五兵と妻、かの子の間に生まれる。陽名は、馬吉で、4人兄弟の次男であった。幼い頃から秀才ぶりを発揮していたが、9歳の時に父を亡くし、家計が厳しかったため、学費が不要な海軍兵学寮への進学を希望し、勉学に励んだ。16歳の時、島村の再起を耳にした。 司法省の役人から養子の誘いがあったが、男子たる者、他人の力で出世するのは意き地のないことだとして断っている。17歳の時に上京、海軍兵学寮を受験して合格した。海軍兵学寮でも相変わらずの秀才であった島村は、本家では常に主席であり、兵学校7期に島村ありと言われるほどなお知られるようになった。この兵学校時代では、 イギリス式の海軍規律に初めて触れるとともに、吉松茂太郎や加藤とモサブローらとの親交を持った。23歳で、兵学校を卒業して、海軍将尉となり、軍艦、不装の乗組員に任ぜられる。当時、看板係士官であった、兵学校の一期先輩である、斉藤実は、転任の際、公認として、誰を推薦するかと問われ、島村と即答している。 その後島村は昭位に上り、軍艦、浅間上務に転任する。当時、日本の隣国清の海軍は、二大戦艦、庭園、鎮園を備え、生まれたばかりの日本海軍にとって、多大な脅威であった。これに早くから、危機感を抱いていた島村は、独学で法術を学ぶようになる。戦術の専門家が軍内に育っていなかった、当時のこと、島村は、 浅間常務のまま法術教授となり、その働きが認められて注意に承認する。島村は戦術をまとめた論文を発表したり、戦術の実地演習の演習法を考案したりと、海軍の戦術の進歩に貢献していく。それらの功績からタイに登った島村は、明治22年からイギリスに3年間出張し、イギリス海軍のノウハウを学び、 自らの戦術立案能力に磨きをかけることになる。イギリスから帰国した島村は、巡洋艦、高尾の分隊長兼法術長を経て、明治26年3月13日、常備艦隊の参謀に任命される。当時の島村の大意という階級から考えて、これは異例の大抜擢であった。同年五月に常備艦隊司令長官に着任した伊藤助行中将のもと、彼は、 イギリス仕込みの訓練法を徹底するなど落腕を振るった。翌年に常備艦隊が解組されて連合艦隊となり、伊藤が司令長官に就任すると、島村もまた連合艦隊参謀となった。同年新たに、鮫島和則大佐が参謀長に就任し、島村の直接の上官となったが、鮫島は職務を武士田任せにする気質があったため、島村の意見が持つ。 影響力には変化はあまりなかったようである。また、同年少佐に承認している。日清戦争においては、島村は参謀として連合艦隊機関松島に乗り組んで参加した。途中で上役である参謀長がでは主義党大佐に交代した。サメ島とは異なり、金言かつ豪胆な性格の出羽であったが、島村とは気が合い、関係は良好であった。 日清戦争における島村の働きとしては、作戦率案面では、坪井渡さんが主張していた、単純人戦法を支持して、公開改戦を勝利に導いたほか、艦隊首脳部の間を取り持つ調停役としての活躍もある。敗戦の責任を取って、新北の提督、帝女将が自害した際、清から没収した艦船の中から商船、交際号を開始、 丁の亡き柄を送らせるという伊藤の行動は世界各国から賞賛を受けたが、これにも島村の助言があったと言われる。日清戦争終結後、島村は軍令部局員として働く傍ら、海軍大学校で教鞭を取ったり、イタリアへ駐在部官として派遣されたりと忙しい毎日を送っていたが、同居している母の彼女が高齢になっていることもあり。 身を固める意味で結婚を決意した。しかしそれまで結婚には一切興味がなかった島村には思う相手などおらず、親戚に紹介された20歳以上年下の女性に写真すら見ないまま決めてしまった。実際に二人が顔を合わせたのは結納の,の日が初めてであった。結婚は明治31年、島村41歳の時で、花嫁の近藤素顔は当時19歳。 結果的に結婚生活はうまくいき、夫婦仲は生涯円満であった。明治32年、大佐にまで登っていた島村は、防護巡洋館、妻の館長に任じられる。歌手館まで年頃にたわり、しばしばポケットマネーでも様子を開いたり、主館を食事に誘ったりして、館内の空気を良くすることに尽力する彼の勤務態度は高い評価を受けた。 翌年疑和団の乱が勃発すると、宝庫島の真庫にいた妻は直ちに王庫に派遣されて、警備についた。島村は、当時の海軍大臣、山本権兵,兵衛から王庫に派遣された日本海軍の司令官役として、押され、指揮を取った。迅速かつ的確な判断で指示を出す一方で、自ら将兵として立つなど率先して働き、その目覚ましい活躍から、 英国海軍中将シーボアから感謝のメッセージをもらっている。義和団の乱が終結すると、日本とロシアの対立がいよいよ鮮明となった。明治36年、来るべきロシアとの戦争に備えて、連合艦隊が再び組織され、東郷平八郎中将が司令長官に任命されたが、島村は幕僚のトップである参謀長となった。これには、 日清戦争での経験から伊藤助行が強く、推挙したことも大きい。日露戦争には、機関、三笠に乗り組み、旅順交風差に参加。連合艦隊は嫌いによって、ロシア海軍の名称ステパン・マカロフを戦死させたが、この時に、機雷施設の指揮を取った小田清造に対し、作戦の訓令を起草したのは島村であった。この間に少々に承認している。 秋山正幸や有馬義吉ら幕僚たちをまとめ、東郷をよく補佐する島村の働きぶりは目覚ましく、東京朝日新聞や読売新聞に彼を称賛する記事が大きく取り上げられるなど、海軍外にもその活躍は知れ渡ったが、彼は旅順封鎖作戦終了後に参謀長の座を降り、第二艦隊、第二戦隊司令官に転任となっている。理由としては、 旅順口閉塞作戦の失敗や、駆逐隊指令の一斉交代などの責任を葬る形で自ら辞職したと言われている。公認の参謀長として海軍兵学校時代からの旧友である加藤智三郎を指名した。また秋山正幸の能力を早くから高く買っていたようで、作戦は彼に任せておけば問題ないと太鼓判を押しているが、 秋山の功績とされているものの中には、島村の発案を継承したものも少なくなかったことが、最近の研究で明らかになってきている。このように島村は、自分の周囲の不始末については自ら責任を取りつつ、業績については他に譲ることを常としていた。天任後は、第二戦隊機関、岩手に座城して、指揮を取ったが、連合艦隊における発言力は変わらなかったようで、 バルチック艦隊をどこで迎え撃つかについて、当初作戦会議では、バルチック艦隊が津軽海峡もしくは宗谷海峡を通るものと踏んで、連合艦隊を北上させるべきであるとの意見が大勢を占めていたが、最終的には島村が賛同していた津島海峡での迎撃案が採用され、日本海海戦での対象への第一歩となった。日本海海戦においては、 自ら常に環境に立って、戦況を具に眺めていた。戦闘終了後に妻に宛てた手紙には、拙者儀はこの度は別して暇にて何のご用もなく、ただ空前の大会戦の光景と大勝利を拝見いたし候のみにて、生来これくらい誘拐を覚え工事は、これなくこうと認めている。日露戦争終結直後の明治38年12月19日に、日本に、 初めて練習艦隊が正式に組織されることとなり、島村は初代司令官となった。また翌年には海軍兵学校の校長に、明治41年には中将に上るとともに、海軍大学校の校長に補いされている。数年のうちに海軍士官の育成に関わる住職を3つ、歴任したことになり、彼の手腕が評価されていたことが伺われるには、 海軍教育本部長にもなっている。また、この間に、第2回万国平和会議に、日本海軍の代表として列席するためハーグへ、出張している。明治42年に、第2艦隊司令長官、明治44年に、佐世保ュフ司令長官、と転属を繰り返した後、大正3年に、東京に戻って、海軍教育本部長となったが、シーメンス事件の煽りを受けて、 伊集院五郎が軍令部長を辞職、その後任となった。当時の海軍大臣は島村の親友、加藤智三郎であり、海軍省との連携は非常に円滑であった。軍令部長在任時、日本は第一次世界大戦に参戦し、勝利、また彼自身大将に承認となった。大将9年、88艦隊の予算案が、 通過したのを見届けて軍令部長を退くことを決意、山下玄太郎を公認に推薦して、自らは軍事参議官となった。参議官は官職であり、以降は穏やかな晩年を送った。次第に脳血栓の症状が出るようになり、大正12年1月8日、脳拘束により公挙。去年66、葬儀委員長は、旧友の吉松茂太郎が務めた。 死後減帥が追贈され、土佐出身者として初の減帥となった。ありがとうございます。